ネットがないのかな。もう今たった今終了しました。カラオケステージ、隣はパシェがいます。ありがとうございました。めっちゃ可愛かったね。緊張したよね。なんか初めしてなかったけどさ、席に歌う順番で並んでて、どんどん近づいてくるたびになんかやばい緊張するってなってきた。もう映らない。あ、そうだ、ちょうど映らない。あら、9時。テロップ入れとこ。楽屋より。私のことはなんて呼ぶの？カリンさん。カリンさん。そっか、カリンさんだよね。マーピカリンさんって言ってくれる。初めてじゃない？一緒に商品を持って。一緒に映るの初じゃない？あ、カメラこっち向きか。そうなんだよね。逆側なんだよ、ね、そう、利き顔がパセリと逆だから、写真撮るときはそう、いいよね、いい感じにマッチするんですよ。あ、これ実はなるんだよ。どこすの？あ、映しちゃダメだ。マービーの私物です。セーラームーン。プリキュア。プリキュア。喋らんくなっちゃった。あれですよ、ここで何？え、プリキュアってさ、何の世代？何の世代？私はあれです。ドキドキプリキュアっていう、世代です。一番。ハマり始めたのがそこ。ドキドキプリキュア。ドキドキプリキュアみたいな。これは何の曲？何の曲これは？あのスマイルプリキュアの後です。ああ、スマイル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 プリキュアの後です。スマイルプリキュア分かる。そういうことか。結構後なんだね。若いわ、ね、今日はお話し会ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった2日間。そしてその後はカラオケステージがあって、アニメ曲を今歌ってきました。はい、めっちゃ良かった。聞き惚れた。本当にもう無理だ。本当、なんかさ、怖ない緊張してるって言ってたけど、震えてたやっぱり。本当に、めちゃめちゃもう声も出てて、緊張してないじゃんって思いながら聞いてた。いや、でも大鳥じゃなくてよかったなと思って。サッカリ入れるからいいやと。私はもうちょっと、はい、可愛かったね。恋愛サーキュレーションを歌いました。めっちゃ可愛い。でもコールをさ、してほしかったんだけど、みんなして。やっぱちょっと急遽すぎて、ちょっとみんなにマイク向けたけど、ちょっと難しかったみたいな。ウマ娘もさ、みんななんかやっぱね、なんか前もってね、もうお知らせできとけばあれだけど、それもなんか違うもんね。馬娘もね。確かに、コスプレしながら歌ってほしかったね。インスタで。確かに。そしたらよかったかな。緊張したで。そう。線香花火もしましたよ。そう。したね、会場で配られて、抽選で当たった方10名様と線香花火、シュールだった、でもなんか夏を感じた。夏を感じた。めっちゃだって向かい合ってさ、線香花火することってないよね。
ないよね。いつぶりですかって聞いたら覚えてませんって言うんで。でも確かに先輩かな。確かに。静かしたことあるっけ。隣はパセリ書いてパセリです。です。です。絶対初めて見る人でしょ。絶対ファンかぶってない。確かに。そうよね。うん、初めまして。あ、顔の向きが逆にちょっと嫌です。ちょっとあるんですよね、いろいろ。ちょっと事情があって、中があって、そう、あんま映れない。お互いちょっと、見れる角度があって。確かに、ちょっと角度があってね。面白い。そっちか。ちょっと、今日見るのに。明日は明日は駅様、うん、よろしくお願いします。楽しみがいっぱい続いてて嬉しい。徳島県わお、クラゲヘア今日は。そうです、パちゃんとキャちゃん。そうやん、紛らわしいやつ。パッピャピャッパパッピャ。全然ギフトお礼を読めてなかった。ありがとうございます。めちゃかわいい。ありがとう翔一さん、カズサさん、ありがとう。ありがとう。2日間ありがとう。今日の浴衣は、これから打ち上げとかないよ。明日も手伝うもん。そんなものはありませんよ。早く寝なきゃ。寝ます。もう時間との勝負、どれだけ睡眠が取れるかな。本当にもうここ最近早起きだから、みんな今日は水色の浴衣に帯も浴衣を見せるために楽屋から配信です。そうです、ちょっとだけですけどありがとうね、来てくれて。浴衣の時髪型決めるの難しい。2日間も屋台が来てて、今日は朝からいっぱい行ってたくない。そんなだよ。あ、そうなの。今日は1回。あ、昨日は2回。え、どんぐらい行った。1回。あ、1回か。おかわりしてたよね。リピート屋台、リピート屋台してました。昨日はね。今日はレモネードと、うん、和牛みたいなの食べました。和牛なんか食べた？ね、ステーキ串とスムージー。うん、おいいね。え、スムージーって何の味？昨日はみかんで、今日いちごにした。いちご美味しいって聞いた。スムージーってリンゴってあんまない。あ、
んまないね、うん、今日はバーベキューしたいの、バーベキューしたい急に急にバーベキューしようか、うん、何が好きなの、マシュマロ、マシュマロ、マシュマロ焼きマシュマロみたいな、うん、家ができるけど確かに今日お肉ですね、うん、ラム肉とリンゴを挟んで焼くとめっちゃ美味しい、2じゃん、生まれてまだ14年なのに、うん、ラム肉が出てくるとは、うん、めっちゃ美味しいです、おすすめです、ポカリスエット飲み放題だって、え、やばいねそうなん、いっぱい飲まなくちゃ、いっぱい飲んで頑張ります、ポカリスエット、髪飾り、そう、お家から今日は持ってきたやつです、うん、朝7時から浴衣着てるから多分もう脱いだ時の開放感がやばい、ずっと引き締められてる、うん、ちょっとね、うん、背もたれも座れない、え、わかる、帯が引っかかる、帯じゃない、帯か、なんていうんだろう、飾り、うん、後ろのリボンが、うん、苦しくないのって、苦しいどう、さやかに、いや、それはアイドルだから、アイドルだから苦しくないって言っとこう、そうだよね、そう言っとこうかな、うん、疲れてもないし、ね、し眠くもないよね、面白い、苦しゅうない、素晴らしい、だってこんな眠い今何時なんだろう、ね、時計がないですね、誰もいません、え、カラオケ、そう、なんか私歌ってた時に虫が前髪にずっとついてたみたいで、結構大きめの虫が止まって、うん、え、なんかちょっとショックでした、最後に渡ってる時に飛んできてずっとついててずっと見てた、どう思って見てた、え、虫微動だにしなかったんよ、飛ぶかと思ったけど、え、そんなことある、ずっといたよ、虫にも好かれる、最高じゃん、ねえそれ褒めてます、いろんな人間からもできるさ、自然界からも、確かに森を愛する者としては、うん、ありがとう、うん、最近森に帰ってなくない、え、今夏だからさ、あ、そっか、そう、ちょっと帰れんのよね、暑くて、うん、あ、9時15分だって、あ、そうなの、何時までしていいんだろうね、アイドルの人たちは、あ、そうだ、歌っただけでさって言ってますよ、あ、歌ってる、え、わかんない、あ、それ歌ってたんだ、聞こえてきたんかと思った歌っとるかも、8時、何時までできるのって分かんない、あの、できるまで誰かが帰ってくるまで、そうだね、うん、もう15分経ったんだ、早いね、
すごい2期生なんかこういう企画、うん、縁日レーンとか初めてだったから、うん、なんか新鮮すぎた。なんかさ他のメンバーがどんな感じか分からずにさ、うん、やったじゃん自分の企画を、うんうん、千穂さんとかの見て、うん、すごい、え、めっちゃ思ったよ、プロデュース力すごい。でももう勉強になった、うん、今回プレゼント、うん、渡すプレゼントとかもメンバー考えれたんですけど、それも勉強になりました。また会ったらすごいもう欲しかったもん。可能性を生かしてもっといいやつを考えます。そう、参加したかった私も。私は今日ボールすくいしてたんですけど、スーパーボールすくい楽しそう。え、なんか面白くなっちゃった途中から、なんか、うん、あ、ぽいだ、ぽいぽい、ぽい、なんかさやかりんが話し終わった後にね、事実が判明したんだよね、そうある事実が。なんだっけ、スーパーボールとかすくうさ、金魚すくいとかのすくうやつのこと、私ずっとペイだと思ってて、話し会でもずっとこのペイさみたいな言ってたんですけど、え、誰もそれ、え、ペイじゃないよって、いや誰もからも言われなかったから、ずっとペイペイ言ってて、でなんかメールかななんかで送るときに、あ、ペイってなんかカタカナなのか漢字なのか何なんだろうとか思って調べたら、ペイじゃなくてポイだったことが判明してそう、もう全てが終わった後に判明したっていうのは、そう、パセリに話してたんや、うん、楽屋でそう突っ込んでた、そうぽいぽいな、え、ぽいってみんな知ってた、みんな知ってること、なんかコメント欄みんなぽいだよわらみたいな感じ、え、ほんと、え、パセリ知ってた、知ってた、え、どう、知ってたらしい、サーカリのファンも知らなかったみたいな感じではない、知ってたよ、ごめん、知ってた、当然知ってるって、そういうことがありました。なんかメンバーで花火したやん、うん、した今日、そう、花火する時間あったんだけど、その時すごい煙のすごい花火があって、うん、めっちゃ吸い込んで、うん、そこから喉が変、え、私も、え、本当、もうなんか今もなんか煙の感じがある、そこからなんかもう変なんですよ、煙の味がする喉の奥で、うん、え、あ、みんななんだ、あ、すっごい煙のやつあったくない、うん、めっちゃすごかった、こんなすごかったっけ花火ってなるぐらい、うん、キンキン強烈だった、そろそろ、あ、来たかな、うん、すごいカラオケめっちゃ人来てくれて、うん、嬉しかった、想像以上のさ、うん、本当にコンサートみたいな、え、そう、公演みたいなもう感じで、うんうん、びっくりした、ありがとう、嬉しかったです、ペンライトとかもまたやりたい、いろんな部門でやりたい、え、どの部門がさ、うん、希望だった、アイドル、やっぱそうか、そう、アイドル、アイドルか、アイドル、サカリはアニメ、え、そう、アニメやったから嬉しかった、うん、第一希望、第一希望でした、
けに帰省でさ、ね、ちょっとなんか最後の曲の時さどうするどうするみたいな。そうね、で立ってって言われて、でそう立ってくださいって言われて立ったんだけど、ワンハーフで終わると思ったらフルで始まってだからもう盛り上げにね徹してました。なんか最近ささやかりんのインスタさ、うん、本が買えなかったとか、なんか最終回でなんじゃないみたいな、なんかそんな感じじゃない。そう、それを見たってさ情報を仕入れてます。え、本当え、そう、ヒロアカがもう最近、うん、あの最終回本誌の方であって、うん、まだずっとそれを引きずってる人なの。ヒロアカ、え、マジこの前ユニバでヒロアカのなんか 4D のやついた。ユニバね、そう行きたいんよ。え、行きたかったんよ。え、終わった？え、もう終わると思う。え、8… え、いつまでだっけ。え、 8… え、なんか行こうねって、うん、リコちゃんとずっと話してて、え、話して話して、え、絶対行こうって、もうここら辺で行こうよとかずっと言ってて、うん、結局行けてなかったの。なんだっけ、前もさ、なんか行こうねってさ、うん、なんだっけ、行かずじまいみたい。ちょっと多すぎるかも、うん、それ。え、もう間に合わんかな。え、どうやった。見たことないけど、うん、全て物語が、あの、この子はこういうキャラでみたいなのがすごい分かりやすくて、うん、迫力すごかった。え、もう人めっちゃ行きたい。しかも濡れた。え、いいじゃん、もうその世界に入り込めるみたいな。もう行っちゃおうかな。夢の国に行ってるじゃん先に。そうなんよね。多分さ、その時はたまたま東京で、うん、お休みあって、うん、行ってきたんよ。大阪でのお休みってあんまないよね。ない。もう日帰りだよ。うん、ユニバ行くってなったら、うん、本当にもう全部自分でって感じになるよね。最終日いつなんだろう。という感じで最近はアニメ三昧、アニメ三昧です。でもさ、このスケジュールでコスプレもしててすごいと思って。え、本当？うん、大変じゃない？難しそう。ね、楽しい、うん、いや難しい。なんか、うん、難しい。結構時間かかるかも。そうだよね、うん、なんでそれね。インスタがさ、本当に全然分からん状態から始めたから。そうです、私ね。え、何が何だか分からなかった。分からんかったよね。今も分かってないよ。いや、なんかもうストーリーの載せ方とかも分かってなかった。分からんかったからめっちゃ調べて、うん、Google で調べまくって一個一個上げた。毎日、うん、今日は新しいこの機能を学んだっていう感じで、分かる。上げたりメンバーに聞いたりして、なんてでもか難しいです、うん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 、ユニは14日までだって。今日が何日かちょっと。今日は12。え、
原田さやかは体調不良により明日お休みとなります。やばい、ユニバで目撃情報が。マジでさ、マジであんた体調悪くなって本当にさ、そうよ、本当になった場合さ、この動画が出回る。やばい、もうユニバでお探せ。大丈夫です。明日は森に帰ったことにしたら、明日は私は徳島にいます。徳島にいますよ。ありがとうね、こちらこそだよ。難しかったよ、選ぶの。姫奈ちゃんがさ、うん、コナンの曲歌っててさ、うん、あ、この曲ってこんな題名なんだってなった。思った。何だったっけ、もう忘れちゃった。コナンの。そうだよ。なんかね。タタ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 タ。どんな曲なんだろうと思って、そう、ずっと思ってて、うん、メーターってコナンでって言った瞬間、もしかして、あ、君がいればみたいな感じだった。そんなんだった。そりゃ歌詞あるんよ、君がいればって。そりゃ、サーカリンは家に猫バスで帰るの？コメント。猫バスで帰るシステムですか？ちょっとそのようなことを言った覚えはないんですけど。猫バスで帰ろうかな。夏はちょっと暑いかな。確かに窓なさそうだもん。私たち疲れてるのかな。コメントで真剣に読んで。真剣には猫バスっても。窓ないよねって。面白い。朝コーヒー飲んでるって。飲んでる？コーヒー飲んでない。飲んでない？コーヒー飲めないよ。え、飲めるの？意外かも。え、飲んでないっけ？飲んでないよ。アイスばっか食べてる。事務所来るときだいたいアイス食べてる。それはもうみんなの周知の事実。え、意外かも。いつから飲める？え、結構昔かも。すごい。どんぐらいやろ。高校とかかな。わかんない。セリはコーヒーを飲めない。メモ。メモされてる。紅茶は飲める？飲める。飲める？飲めない。そうなの。じゃあ飲み物は何を飲んでる？水だよ。水か。あ、オロナミン C めっちゃ最近飲む。暑いから。それは大事。今日のラテ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 。今日のアイス。たまりんご食べてる最近？え、食べてるよ。え、食べてるよ。そう、もう普通に食べてるけど、うん、もう言うほどじゃない。もうなんか普通に。そうなの、もう日常の一部だから、うん、言うほどじゃなくてあんま言ってなかったら、うん、そういうビジネスを疑われるんですけど、りんごは食べてます。セリはアイス食べてる、うん、当たり前に食べてる。え、でもそう、もうさ、うん、普通にずっと食べてたらさ、別にもう写真とかも撮らんし。そう、撮らない。だって全部送ってたらそればっかりになっちゃう、うん、メールとかでも。そうなんで
結構控えて3割や2割ぐらいしか送ってないのに食べ過ぎだよとか言われてやばい。最近のじゃあおすすめのアイスは、昨日はパピコの梨味を食べました。やっぱ暑いとね。パピコ梨あるん？そう、え、ガリガリ君の梨みたいなの食べた。うん、美味しいよね。美味しい、めっちゃさっぱり。おすすめのリンゴの品種はえ、ジョナゴールドです。ジョナゴールド、うん、私は一時期さ、サンフジにハマってめっちゃ買ってた。富士なんか硬い。硬いそうなんだ。硬めじゃない？でも好き。一時期さ、私もハマっててさ、2、3年前にさ、うん、一緒食べようねみたいな約束して、めっちゃ覚えてる。した時にめっちゃハマってて、え、なんでその話になったんだろう。レッスン場のね。レッスン場の入り口。いつもあのメンバーがいる楽屋の入り口。そうそう、角の。そう。そうとかね。待って、めっちゃ覚えてるよ。今度一緒食べようねって言って。え、なんでだっけ？2、3年だった。一緒食べる。食べ。え、今の。私結構あの新幹線移動とかの時、うん、持ってきとるよ。朝とか。じゃあ新幹線で隣になったら、うん、待って一緒に食べ、あ、食べよう。その新幹線前後とかでも、うん、あ、食べれる、ちょっと足やってて、え、懐かしい。なんかあの時さ、うん、足がなんか食べててなんかもらって、そう、いっぱい持ってたんだよね。なんだ、何をもらったんだっけ。何かをもらって、でなんか今度じゃあリンゴ一緒食べようみたいな、うんうん、そんな感じだったよく覚えてたね。記憶力いい。うちらって。え？なんかさ、こういうメンバーとの約束さ、覚えてるけど、うん、なんかいつでも会えるから頭足にしちゃってさ。そうなんや。わかるよ。キリカとご飯行こうねって話してて、うん、3年越しぐらいにこの前やっと行けた。ユキリカでも3年越しなんや。私も3年越しでまだ間に合う、うん、あ、まだ間に合う、ね、まだ間に合う3年越しに実現するんかもしれない。何食べたの。牡蠣。牡蠣、好き。好き。じゃあちょっと後でお店を教えます。行ったことあるかもしれん。ないんかな。え、牡蠣いっぱいあるとか。牡蠣いっぱいある。めっちゃ、いろんな牡蠣がある。行ったことない。え、見えないところかも。じゃあ、うん、お教えします。教えてもらう。今日は帰りたくない気分なんだね、二人ともって。そうだね、楽しかったから余韻に浸ってるかも。結構、結構余韻に浸ってる。そういうことまだもう、楽屋から出たくないないからね、うん、今は、楽屋に二人、そうですかね、ね、うん、誰もいなくなっちゃった、うん、そろそろ浴衣着替えた方がいいとかあるのかなね、思ったよ。でもさ、まださ、まだ今何時、30分ぐらいに終わろうかな、うん、あ、もう34分だって。えやばい、時間感覚。あれ、嘘、さっきだって15分って言ってたよね、うん、おかしい、過ぎ過ぎちゃう。ちょいちょい物音するんだよね、帰ってきたような。さあ、そろそろ終わろうかな。終わりますか。終わりましょう。誕生読んでどうぞ。誕生読みます、はい、
どんな感じに読んでる？え、どんな感じ？どういうタイプの人？だからいろんなタイプあるよね。そうね。私は普通に13から1位まで読む。私も。あ、一緒？あ、じゃあ交互に交互に読む。13位、ウォーツアットンさん。パルパルさん。12位、ヒデキンガーさん。パパパンダさん。11位、大好きチョコバナナさん。ミッチー。10位、ちくわドーナツさん。陣内さん。9位、阿部寛さん。まこばやさん。8位、ようちゃんさん。ミックさん。7位、ヤンカーさん。徳島のひーくん。6位、ひゅうがひゃんさん。ひとつぶのむぎもしさん。5位、やまいさん。くわどりさん。4位、コーラさん。阿部寛さん。3位、かずささん。かにさん。2位、とらさん。ゼットさん。そして1位、しょういちさん。ひーつーさん、ありがとうございました。パチ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 、ありがとう。マンピが拍手してます。ありがとう。じゃあ終わろうかな。もしいいよ。それじゃあ終わります。終わります。いい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。楽屋からでしたが、急遽見てくれてありがとう。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。また明日は駅様でよろしくお願いします。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。浴衣でした。バイバーイ。